アリックス・ド・トゥ・アールとその娘、ヨランドの母姫アリックス・ド・トゥ・アールは、ブルターニュ女皇、リッチモンド・女博。ブルターニュ女皇・コンスタンスと、ブルターニュ総督であるその夫・ギー・ド・トゥ・アールの、長女として生まれた。ブルターニュ皇女・アリエノールは、イフ姉、ブルターニュ皇で、イングランド・オージョンに殺害された、アルトゥール一世はイフ系に当たる。1201年にコンスタンスは、 次女カトリーヌを出産し救世した。最初パンティ・エーブル博アンリ二世、ド・アボグルと婚約したが、フランス王フィリップ二世イの介入によって解消し、カペー家の冒険ドルーハクの次男であるピエール・ドドルーと結婚した。1213年よりピエールはブルターニュ摂政の称号を与えられた。ピエールとの間に以下の三子を設けた。イフケン、アーザーの後を継いで、ブルターニュ女行。 リッチモンド女白となったが、一方でイフアネ・エレノアもリッチモンド女白を名乗り続けていた。アリックスは1203年から死去までリッチモンド女白を用いた。アリックスは1221年に亡くなり、1225年に母コンスタンスと同じ南都近郊のノートルダムとビルヌーブ修道院に埋葬された。ありがとうございます。